広告費ゼロ、勝手に事業を PR してくれる裏技教えちゃいます。学識サロンのマーです。今回は川口敦さんの著書、見せるふるさと納税、この本を紹介していきたいと思います。いや、マジでこの本、今勢いのあるふるさと納税の裏側を知れちゃうんですよ。これね、ただ利用するだけでもメリットがあるのに、それを自分の事業とか自分が働いている会社としてやるだけでもめちゃくちゃメリットがあるという裏話が書かれているんです。もうね、売り上げを上げるための秘策が知れちゃう最高の一冊でした。では早速本題なんですが、あなたは上司からもっと売り上げを上げる企画を考えてくれ、この給料泥棒がこうやって詰められたりしたことありませんかね。ただでさえ毎日の業務でやることいっぱいなのに、プラスでそんなこと言われたら超しんどいですよね。じゃあ自分でやってみろって感じ。そんな大変な人に朗報、企画の一つとしてふるさと納税で PR するというアイディアをお伝えしたいと思います。要は自分の会社でふるさと納税の返礼品を作るということなんですが、これがねマジで激アツなんですよ。世の中に出ている本とか動画ってふるさと納税やろうという納税者側からの情報が多いんですが、この本は違っていて、ふるさと納税の返礼品を作るという会社側の目線で書かれていて、知らないことがねいっぱい書かれていたんですよ。これね、実際動画を見てもらうとわかるんですが、会社側の目線、要はふるさと納税の裏側を知ることによって、今ふるさと納税をやってる人はもちろん、これからやろうと考えてる人もマジで楽しみながら納税ができるようになるので、本当にねおすすめです。私もね、実際ふるさと納税やってますし、その良さをぜひあなたに知っていただくために何時間もねこの本を読み込んで、わかりやすい動画に仕上げました。そこで今日この動画で学べるのはこの3つ。 1. ふるさと納税をすると幸せになれる。 2. 返礼品の登録がお得すぎる理由とは。 3. 返礼品の注文を増やすならが大事。特に2つ目に話す内容はふるさと納税の裏側をめちゃくちゃ話していて楽しめると思うので、ぜひね見ていってください。それでは今日も楽しく学んでいきましょう。パパの動画楽しいよ。1つ目、ふるさと納税が生み出す好循環という話です。これね、ふるさと納税だけじゃなくて仕事でも何でもそうなんですが、自分がやっていることがどこに繋がっているのか、どんな役に立っているのか、これを知ることであなたの意識は高まっていくんですよ。あ、自分のやってることってここに繋がってるんだって知れると、なんか自己承認欲求が満たされて頑張れるようになるんですよね。実際ふるさと納税の制度によって生み出される好循環ってすごいんです。まず自治体の財源が安定します。ふるさと納税によって多くの寄付者が納税をすると、その地域の税収が増えますよね。つまり自治体の財源が安定することになるんです。それによって地域の支援や子育て支援、高齢者支援はもちろん、これまでの税収ではできなかった事業を行うことができるようになって、住みやすい街が作られていくんですよ。納税した自分のお金がどこの地域のどんな人の役に立っているのか、これを知れるだけでもなんか承認欲求が満たされて楽しくなるんですよね。次に、事業者の知名度が格段にアップするというメリットがあります。事業者がコンテンツを生み出し、ふるさと納税の返礼品に採用されると、そのコンテンツが自治体のホームページや楽天ふるさと納税、ふるなびといったポータルサイトに掲載されるので、全国の人に知ってもらうことができるんです。これですね、全国の人に知ってもらうのって普通にやろうとするとめちゃくちゃお金もかかりますし、とても大変なんですよ。それがふるさと納税なら広告費用一切いらないんです。またもしコンテンツに人気が出てくると、ふるさとの名前も知ってもらうことができるので、そういった意味でふるさとの PR にもつながるんです。さらに事業者の利益が出て、ふるさとを守ることにもつながります。返礼品協力者になった事業のコンテンツが売れると、当然利益が出ますよね。ですから事業も次第に大きくなっていくんです。すると税金を多く納めることができるので、ふるさとを守ることにもつながっていくんですよ。こう考えるとメリットしかないですよね。そして最後、寄付者が寄付したいふるさとに納税できるというメリットもあるんです。ふるさと納税は生まれ育った故郷に限らず、お世話になった他の自治体や旅行中に気に入った自治体、被災した自治体など、いろんなとこに寄付を自分で選ぶことができます。これつまりふるさと納税は事業者、自治体、寄付者、どの立場から見てもメリットがあって、まさに三方よしの素晴らしい仕組みなんですよね。これまではね、寄付者という視点しか考えてなかったって人多いと思うんですが、ぜひこれを機に返礼品の事業者になるというのも考えてみてください。ちなみにですが、ふるさと納税って原則として自己負担額の2000円を除いた金額が控除の対象となるのもいいところですよね。例えばですが、東京に住む人が自分の生まれたふるさとである地方の自治体に1万円の寄付をしたとします。
すると2000円を超える部分、8000円が所得税と住民税から控除されるんです。そして返礼品ももらえるという、これめちゃくちゃ最高ですからね。ぜひね、まだふるさと納税やってないって人は今すぐやりましょう。絶対お得です。二つ目、返礼品協力事業者になるためにという話です。一つ目の話を聞いて、自分の会社もふるさと納税の返礼品協力事業になれるかもって思った人もいるかと思います。では返礼品事業者になるためには一体どうしたらいいのか、ここではその7つのステップを紹介していきたいと思います。ステップ1、事業計画の策定。まずどんなものを返礼品にして自治体のためにどんな風に売っていきたいのか、こういったビジョンを明確にします。コストや期待される効果など事業計画書に書く感じですね。これを明確にしておくと自治体への提案がスムーズに進みやすくなります。ステップ2、自治体とコンタクトを取る。作成した事業計画書を自治体のふるさと納税担当部署に提案します。自治体独自の提携申請書などがあれば、それらの書類も揃えます。ステップ3、返礼品の審査と評価。自治体が事業計画書をもとに返礼品の審査を行います。主にその土地の特産であるかどうかの確認もあるんですが、製造している事業者であれば、製造現場に確認に行き、どのような工程を経て製造しているかもチェックをします。最近産地偽造の問題が出てきていることもあって、国が全国一律で基準を少し厳しくしているんですよね。ステップ4、協定契約の締結。審査が通ると多くの事業者は受託先の事業者と契約をするんですが、お金のやり取りは自治体との間で発生することはなく、そういった業務を自治体は委託をしています。ステップ5、出品プロモーション。いよいよ販売開始。楽天ふるさと納税やふるなびといったポータルサイトや自治体のホームページなどで返礼品が出品されます。これ自治体によって掲載されるふるさと納税のポータルサイトは様々なんですが、これら出品にかかる費用はなんと自治体が負担してくれるんですよ。これね、ちょっとびっくりしたんですが、おせち特集とか温泉地特集といった効果的な PR は運営サイトが勝手にやってくれることもあるんですよ。また注文があった場合にその人に向けてお礼状を送ったりするんですが、それは自治体が勝手にやってくれるんです。ですから事業者としては SNS で発信したり、店頭にチラシを貼るといった自分たちでやるプロモーションに力を入れるだけでいいんですよ。これはね、かなりありがたいですよね。勝手に売ってくれるんですから、めちゃくちゃやるべきだと思います。ステップ6、注文受付、配送体制の確立。注文が入ると中間業者から事業者に集荷日の連絡が入ります。ですから事業者は指定された日に指定された商品を準備して指定の配達業者に渡すようにします。ステップ7、フィードバックの収集と改善。事業者はポータルサイトのレビューや直接事業者に入った電話、メールなどから返礼品の感想を知ることができます。お客様の声は本当にありがたいですからね。サービスの質を向上していくために改善策を検討していきましょう。ざっと説明したんですが、どうですかね。あ、ふるさと納税の裏側ってこんな風になっていたんだって知れるだけでもなんか面白いですよね。この本にはさらに詳しい情報や事業計画書のテンプレートなどがしっかりと用意されているので、気になる方はぜひ買って読んでみてください。3つ目、返礼品の具体例という話です。では実際に返礼品にはどんなものがあるのか、食べ物や旅行、雑貨などいろいろあるんですが、やはりそういったジャンルはかなり競合が多いので注文をゲットするのは非常に難しいんです。そこで大事になってくるのが返礼品の差別化。要は地域性や特別な支援といったコンテンツの強さが必要になってきます。ここでは見事返礼品の差別化をした面白い商品を一つ紹介したいと思います。それがホタテ水着。これ実際の写真なんですが、男性ならねちょっと憧れちゃうやつですよね。これは寄付金額6000円の返礼品なんですが、 SNS で話題になったんですよ。このホタテ水着がふるさと納税になった背景には2011年に起こった東日本大震災が関係していたんです。震災直後の東北部は観光客が激減していました。そのため青森県の郷土食味噌貝焼きに使うホタテの貝殻が大量に余っているのを制作者は発見したんです。そこで制作者はなんとかこれを活用できないかと家に持ち帰って考えたんです。そこで思いついたのが、電気ドリルで穴を開けて漂白研磨して紐を通すこのホタテ水着だったんですよ。最初これはインターネット販売したんですが、テレビの取材を受けるほど注目を集めました。実際それによって全国から注文が舞い込み、年間100セットほど売れ、500セット出荷した年もあったくらいなんです。そして2021年、青森県を豪雨が襲います。
そこで制作者は災害被害の復興に貢献できると考えて、ホタテ水着をふるさと納税の返礼品に登録してもらえるよう自治体にお願いしたんですよ。すると見事採用いただき、ツイッター現在の X に投稿するとそれが話題となり、サトフルの装飾品工芸品部門で週間1位を獲得するほど注文が入ったんです。これによって知名度も上がり、制作者の会社の事業は拡大していったんですよね。この話どうでしょうか？なんかストーリー性のあるコンテンツってやっぱり魅力的ですよね。あと事業の様子を SNS で頻繁に投稿し続けるところもすごいんですよね。 SNS って一見個人で使うものでビジネスに何の関係もないように思いますが、実際に今ビジネスとして活用して売り上げをバンバン上げている会社もたくさんあるんです。いやー、なんか私もホタテ水着を妻にプレゼントしようかな。絶対怒られる。ですからね、ぜひあなたが働いている会社でも返礼品にできそうなものがあったら、ぜひね会社に提案してみてください。ちなみにうちの会社ならこんなのができそうというのがあったら、ぜひコメント欄で教えてください。あとふるさと納税の返礼品とまではいかなくても自分でもビジネスができる解説はこちらの動画でもお話しているので、よかったらついでに見ていってください。さらっとまとめです。1. ふるさと納税が生み出す好循環。 2. 返礼品協力事業者になるために。 3. 返礼品の具体例という話でした。この本には今回紹介した以外にも返礼品で PR する方法が具体的にとてもわかりやすく書かれています。ビジネスのアイディアに悩んでる人はもちろん、返礼品の裏話を知りたい人にはおすすめの一冊です。説明欄にリンクも貼ってありますので、ぜひねポチってみてください。私ももうね3年前くらいからふるさと納税を利用しているんですが、マジでおすすめのやつを4つ今回は紹介します。まずはこれ、お米はね絶対家で使えますし、買うとやっぱり高いじゃないですか。あと重いだから、うちは 5kg を2つ、無洗米、まあね研ぐのが面倒なんで無洗にしてるんですが、それをね年に数回ふるさと納税でゲットしています。ちなみにうち7歳の娘と3歳の息子、それに私と妻の4人暮らしなんですが、1回に炊く量が 1.5 合なんですよね。これね周りに言ったらめちゃくちゃ少ないらしくて、うちの子供ねご飯食べないんですよ。だからね最近はお菓子禁止令が出て、ご飯を食べるように試行錯誤しています。おすすめのふるさと納税2つ目、鶏肉。これもね必須ですね。1万円くらいで 300g×10 個、もう 3kg が一気に届くんで、これもね重宝しています。鶏肉はね健康にもいいし、親子丼とか炒め物とかあらゆるものに使えるのでマジで便利です。そして食費が浮く。3つ目、豚肉。これもね生姜焼きとか豚しゃぶとかいろいろ使えるので便利です。4つ目、冷凍の鮭。これね最近買ったんですが、やっぱ魚料理も健康には大事なんで、ふるさと納税で取り寄せて使い出してるんですが、めちゃくちゃ便利。やっぱねふるさと納税は基本的にどれも普段使うものを選ぶのがいいんですよ。カニとかイクラとかウニとか牛肉とか高級食材とかもいいんですが、それだとね結局ね贅沢になってしまって、ふるさと納税している意味がねあんまりなくなっちゃうんですよね。あと今回紹介した商品はお米以外全部冷凍物なんですが、我が家ではついに冷凍庫がパンパンになって、つい最近小さな専用の冷凍庫をね購入しまして、もうねパンパンに詰められるようになって、ふるさと納税たくさん頼めるんで重宝しています。なんかあなたのおすすめのふるさと納税その商品ありますかね？ぜひね試してみたいのでコメント欄で教えてください。学識サロンは LINE をしています。 LINE 限定特典を無料で2つ用意。1つ目、 LINE 限定動画、タイトルは絶望の国で生き抜く力。絶望の国というのはもちろんこの日本のことです。普段からねこのチャンネルを見てくださっている勉強熱心なあなたなら、今の日本やばくね、自分はどう行動したらいいんだろうということはすでに考えていると思います。本当に素晴らしい。その日本で今後生き抜くためには一体どんな力が必要なのか、私の目線で語った動画を無料でプレゼントしています。普段はね書籍解説なので本の内容ばかりで、私自身の意見はあまり言わないんですが、この動画は違くて私の頭の中にあることを赤裸々に喋っています。2つ目、ビジネス書診断。私が今までに解説した約400冊の本の中から今のあなたにぴったりの1冊を選び出します。スタートボタンを押して質問に答えていくと診断結果が届くんですが、これやってみるとすごく楽しいです。説明欄の URL をタップして友達追加していただければ、すぐにこの2つの特典が無料で見れちゃいます。ぜひね、私お友達少ないので友達になってください。おなしゃす。さよなら、さよなら、さよなら。